Hi everyone, thank you for watching my fishing channel. 皆さん、トムフィッシングトリップにご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ライギョ、ナマズ、これをですね、近所に釣りに行きました。主なルアーはスピナーベイトということなので、ぜひ見てください。ポイントも広いんでね、ここぞっていうところを集中的にやる方がいいかなと思います。お、来た。バイトしたよ。追い食いするか。なんかブレードに食ってきた気がしますね。ブレードに食ってきたのかな。お、来た。ビッグバイト、ビッグバイト。あー、バレた、バレた。ちっちゃかったですけど食いましたね。やっぱり食ってきた。そこでね、一回バイトしてバレたんですよね。食いが浅かったんだろうな。うわ、これは出たミスバイト。お、来た。あー、バレた。うわー、泡立ってましたね。ライギョかもしれないですね。もう一回来い。うわー、惜しいことしたな。ブレードゴミバイトばっかだな今日は。あ、そういう日なのかもしれないですね。リベンジ。
おっしゃ、ガレ、ガレ、ビッグワン。いや、おっしゃ。大魚来ました。よっしゃ、やりー。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、ナマズ、ライギョ、それなりにバイト数あったんですけど、フッキングできたのは1回ということで、やっぱりね、スピナーベイトを投げるとバイトは多いんですけど、その分こうフッキングするっていうのはね、なかなかこう難しいのかな。それはライギョもナマズも同じ感じでした。で、攻め方としてはですね、ピンポイントを狙っていく方が効率的にバイト数稼げたような気がします。オープンウォーターにね、なんとなくこう投げてまくっていうよりも、ピン、特にそのトンネルですよね、で影になってるようなところっていうのをスキッピングでね、スキッピングはしてないか、あの穴にプッてこう入れて巻いてくるとバイトが結構あったのかなというふうに思ってます。また次回もやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。